ーの、まだーベーコンのソーダです。みなさんこんにちは。僕のどうもセレン。はい、こうだよ。どうもセレンです。なんかパチ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 音がしてるね。何の音だろう。今日やるのはブブー、パチパチ飴焼いたあんな音するの。今日やるのはソーダ vs リアル。いつもやってるのはグミ vs リアル。そのグミがソーダに変わりました。ソーダって何かわかる？ソーダ、そう、シュワシュワの飲み物、コーラとかジンジャーエールとか。ちなみにカナダの人は炭酸のそういうジュースのことをポップっていうよね。さあ、どんなソーダがあると思いますか？はい、セブンアップ。ママがね、ちょっと変わったソーダを見つけてきたので、それでソーダ VS リアルをやっていきたいと思います。そうだよね、ちょっと楽しみにしてて。で、今日もグミの時と一緒でパパが持ってきてくれますからね。順番にどっちスイッチするかスイッチしないか決めていくよ。じゃあ1回目はせいちゃんからね。パパ、準備はどうですか？はい、じゃあまず1品目お願いします。パパめっちゃ顔がこわばってる。はい、じゃあ触っちゃダメよ、触っちゃダメよ、分かっちゃうからね。はい、せいちゃん、スイッチしますか、それともこのままでいきますか？顔はどっちがいい？めっちゃスイッチがいい。え、スイッチでいいの？すごい、せいちゃんはかほちゃんが大好きすぎてかほちゃんの言う通りになっちゃう。3、2、1、ドン！コーンスライド。せいちゃんが出たのは本物のトウモロコシです。かほちゃんが出たのは何これ？コーン味のソーダだって。すっごい色してるね。でもこのソーダは美味しいんじゃないか。スイートコーン、コーン美味しいもんね。さあ、せーの、いただきます。熱いの？まだ熱いの。かほちゃん行きます。嘘。うん、美味しい。コーンの味じゃないの？嘘、コーンの味じゃないの？バニラの味。バニラの味みたいな。めっちゃ甘すぎる。甘すぎる。スイートコーンって書いてあるもんね。甘いかもしれない。甘い。二人で。確かにバニラ。すごい。ただコーンの風味がする。風味がする。する？ただ結構美味しいよ。カホはダメらしい。セイはコーン美味しいですか？セイトウモロコシ大好きだもんね。ママちょっと飲んでみました。あ、美味しいよ。美味しいよ。セイ飲んでみる？美味しいよ。結構このスイートコーンソーダ美味しいけどな。はい、じゃあ2品目いきましょう。じゃあ、すみません、さんここに。食べたい。何やってんですか。はい、もう2品目ゆでてます。後で食べていいからね。2品目は何ソーダだと思いますか。おー、パパ大丈夫？かほちゃんが決めるよ。どっち？せーの。めっちゃ悩んでる。スイッチしない、キープ。
ドキドキするよ。はい、せーの、まったなんか怪しいものが出てきたぞ。せーちゃんが出てきたのはペイコ。かほちゃんが出てきたのはなんとカナダ人が大好きなベーコンのソーダです。これ絶対まずいと思うんだけど、ママママ何だ、あのミントベーコンめっちゃまずいじゃん。ママもでも飲まない。ママも飲むの？でもさ、見た目さ、ここコーラに見える。あ、セイがベーコン食べてる。ベーコンはもう絶対美味しいもんね。見てみた、見て、ちょっと待って、どんな味？めっちゃなんかすごい焦げる、焦げてる味がするの。うん、ベーコンは美味しい。ベーコンソーダは？待って、え、パパカナダ人になっちゃった。ベーコン好き？もしや何でもベーコンにしたいカナダ人。え、めっちゃ飲んでるんだけど。いや全然美味しい。うっそ。じゃあちょっとママもいただいて。美味しくないよ。なんか甘くしてあるんだけど、なんか後からベーコンの変な風味がふわーんって残って出てくる感じ。いゅー、まずい。パパの味覚おかしいよ。飲んでみる？そう、さっきジュージューしてたのはこのベーコンの音だね。ゲップがベーコンの味しない。うん、それが美味しいの。そうだよ、なんか甘いから最初いけそうな気がするんだけど、後味が本当にまずい。じゃあ3品目お願いします。パパの動きにも注目しててね。ほらパパ見てて。違う、今のでちょっとどっちか分かっちゃったんじゃない？かほちゃんはね、かほちゃんはね、かほちゃん言ったらせいちゃんそれにしちゃうから、せいちゃんが決める。せい、どっち？キープ？せーの、トヤ！イエーイ！これは？これは？先生、かほちゃんはみかんで、せいちゃんのはファンタオレンジです。もうみかんは絶対美味しいもんね。じゃあせい、ファンタオレンジってか、このちっちゃいやつ炭酸が結構きついんだけど、どう？美味しい？ファンタオレンジ。まあまあまあ。何？ミカの方が美味しいよって。これは両方とも当たりだね。じゃあ次4品目パパにお願いしようか。すごい勢いで食べてます、かほちゃん。せいちゃんもめっちゃ飲んでる。じゃあ次、これまた飲んでいい？うん、いや、あとで。かほちゃん、おお、あ、見えた。スイッチ。じゃあ3、2、1で開けますよ。3、2、1、はい。なになにこれ。せいちゃんのはピーナッツバター&ジェリーソーダで、かほのは本当のピーナッツバターだね。どうぞ。ビートボックスやつ。あ、ビートボックスやってたの。これ多分でも甘いものだから美味しいと思うよ。オレンジと一緒だよ。行ってみて。ゲットボックス。はい、先生飲んでみて。せいが引いたから。
どう？にゃにゃにゃ。なに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 、ちょっと待って。チェリーの味。チェリーの味がするの。ジェリーがチェリー、ジェリー、ジェルなのかな。チェリー。チェリー味なんだ。カホとセイはチェリーが嫌いなんだよね。チェリー味なの。ジュースも好きじゃない。これね、今ママ飲んでみました。ジェリーの部分は結構美味しいんだけど、後味にピーナッツがブワーンってくるのね、うん、で、そのピーナッツのプワンっていうのがソーダと全く合わない。まずい。またいけるとか言わないでよパパ。でもチェリーもめっちゃ一生懸命水飲んでる。なんか水最高。よし、じゃあ5品目お願いします。大丈夫、うん、次決めるのはせいだね。どうしますか。せい、ゲップが出た。炭酸飲んでスイッチでお願いします。いくよ、せーの、ドン。せい、やったなの。さあ、これは何かと言いますと、せいちゃんのが、そう、サラダに使うランチドレッシングですね。おいしい？でもドレッシングだけ食べるってちょっといまいちだよね。そしてかほちゃんのが、なんとランチドレッシングソーダ。これやばいよねって言ったら、酸っぱいってことでしょ。ドレッシング味のソーダだって。どう？見てください。ベーコン味のなんだみたいな感じ。ベーコン味みたい。ちゃん食べてみて。うん、美味しいんだね。気持ち悪い。めっちゃめっちゃ気持ち悪い。せいはドレッシング美味しいんだね。これ絶対まずいと思う。ちょっとまずパパが飲むのを見てみて。またパパ平気なんでしょ、多分。ランチドレッシングはね、うん、いや、これはめっちゃ気持ち悪い。お腹に火入れてきた。またやっぱパパ飲めるんだよ。えこれはまずい。これはまずい。ちょっとじゃあママも。後味がもう。多分こうソーダ全部甘くしてあるから一瞬いけそうな気がするんだよね。後味がもうダメだよこれ。いやー、めっちゃまずい。なにこれ。せー、飲んでみる？めっちゃまずいよ。こんなまずいものなかなかないからちょっと飲んでみたら。飲んでみる？は手でランチドレッシング、ランチドレッシングは美味しいの、うん、ちょっとこのドレッシングソーダは、ま、ちょっと本当にヤバいレベルのまずさだね。いや、なんで買ってきたのよ。いや、美味しいかなって思って。これはちょっと芸術的なまずさだったわ。これはすごい。誰がこんなの作ろうと思ったのかな。このおじさん誰よ。このおじさんが作ったの。いや、それひどいわ。これひどい。まだ残ってる？ランチドレッシング？そうだ。6品目来たよ。パパ持ってくるの早いな。しない。キープ。せーの、ドン！せいちゃんが引いたのは？ジンジャーエールです。かほちゃんが引いたのは？本物のジンジャーです。生姜。生姜なんか匂ったことある。匂ってみて。辛いよ、ちょっと。餃子に入ってる。餃子に入ってるよ。辛いよ。辛い。辛くなかったら食べて。そうだよね、カワだってジンジャーエール大好きだもんね。せいちゃんもジンジャーエール大好きだもんね。ね。
大丈夫。腹すぎてちょっとジンジャーエール。せいより先にジンジャーエール飲んだ。ちょっとせいにも飲ませてあげてください。せいちゃんが引いたんで。かほさん、かほさん最高ジンジャーエール。じゃあジンジャーは最高なんですけど辛かった。どうせいジンジャーエール、いつもの美味しさ。カナダドライだね。やめそう。うん。そうだよ、せーのだもん。ジンジャーエール大人気。次はせーちゃんが選ぶ番だ。バレ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 スイッチ。スイッチだそうです。さあ次は何かな。せーの、ドン！やっぱりやばいって言ったんだ。せーちゃんのはパンプキンパイです。はい、これかほちゃんのはですね、スライプキンソーダ。そう、パンプキンパイソーダだそうです。でも意外に好きかもよ。だってかほちゃんかぼちゃも好きだし、パンプキンパイってシナモンが入ってるんだよ。でかほ好きじゃん。ちなみにせいちゃんかぼちゃが嫌いです。はい、どうあのね、口の中にネトーってひばりついてモサってするのが嫌いなんだよね。いただきます。はい。ん？いける？ちょっとずつ飲めば意外といける。そうだよ、だってかほの好きなものばっかりだもん。せいパクッといっちゃって、せーの、あ、落ちちゃった。なんか飲んでみて意外と。ここ何？マジで？それパンプキン。カホは絶対それ好きなはず。カホ食べちゃうんかい？いや！かぼちゃ。そう、かぼちゃにシナモンが練り込んであんの。美味しい。美味しいでしょ。カホ大好きだよね。あれ、せい食べて。絶対でいいよ、ちゃん。だってこれせいが聞いたから。はい、これだけ頑張って食べて。もさもさでも全然ない。そう、クリームと混ぜてあるから。クリームとシナモンとパンプキン。赤ちゃんが食べてる。食べたらすぐに消える。せー、なにちーん。落ちてる、まずい。せー、ダメ。せー、普通のパイがダメ。ダメだ。パンプキンパイソーダ、めっちゃ美味しい。美味しいよね。あの、ルートビアの味。うわぁ、危ねぇ。よし、じゃあ次が最後かな。もっとしたかった？面白い？どっちにする？バレ、バレ、バレ、スイッチ。スイッチ。もう、はじめかばな。はじめかばなの？もう分かっちゃうのせ。3、2、1、ドン！何が出てきた？せいちゃんの。でもこれ辛そうだよ。かほちゃんが出てきたのはバッファローウィングソーダオリジナルって書いてある。オリジナルなの？お、かほ開けれんの？すごい。ちょっと開いてる。うん、ちょっと開いてるよ。おーし、初めて、初めてできた。そしてせいちゃんのはこれバッファローウィングっていうってことはちょっと辛いチキンだね。うん、ですから、あの、よし。え、そのソーダも辛いのかな、もしかして。ジンジャーエールに似てる。ジンジャーエールに似てる？辛い？最後にちょっとピリッと。最後にちょっとピリッとする？カフ最近辛いの大丈夫だもんね。ちょっと、めっちゃちょっと。ちょっと。気持ちいい。ピリッとする。うん。置いた置いた置いた。辛いけど美味しい。辛いけど美味しい。せいちゃん多分手が汚れたくないから。わあ、来た。水水ジュース、バファローウィングソーダ。飲んで飲んで飲んで。違うの？え、これでほら口をまろやかに。多分ダメ。パパ水持ってきてあげて。
な辛いの美味しそう。パパは絶対好きだよね。チェアはそういうことは無理っていう。うん、美味しい。美味しい。まあ確かに。ダメだ。ガブリと。唐揚げだと思ってガブリ。嘘だ。今ので。嘘。あ、うん。多分する。ピリッとするわ。あー、そうなんだ。ちょっと。じゃあこれを食べて辛いってなってこれを飲んだらダメってことね。あ、でも甘いのは甘いからね。うん、うん、バッファローウィングソーダです。あー、美味しくない。え、ママ食べるの？かぼちゃんちょっといけるの？いや、辛いとか辛くないの前に美味しくないの、ね、そして確かにカホの言う通り最後にピリッてする。バレバレ、何の味だろう。なんかがセロリの味かな。なんかが臭い。美味しくない。はい、というわけで全部で 2,4,6,8 品のソーダ VS リアルをやりました。で、ほとんど飲んだのはカホちゃんなんだよね。せいちゃんはすごい運が良くってほとんどリアルばっかり引いてきたから、ママとパパは全部飲んでます。このゲテモノソーダ一番まずかったやつを 3,2,1 で指さします。 3,2,1 ドン。やっぱりこのランチドレッシングだよね。ほんとまずかったよね。そう、ジンジャーエールとファンタ入れちゃうとこれもうすっげえ美味しいからね、あれになっちゃうから、これなしで一番美味しかったやつですよ。3,2,1ドン。おお、全員一緒だ。はい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 、どうぞ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 。やっぱりこのね、普通のソーダが一番美味しいね。はい、というわけで今日はゲテモノソーダ VS リアルでゲームをしてみました。せーの、何言ってるかわかんない。もう一回いきますよ、ちゃんと声出して言ってね。せーの、バイバイ、また来てね。バイバイ、チャンネル登録お願いします。グッドボタンも押してね。カモ、チャンネル登録よろしくお願いします。次の動画も見てね。